ここ日本でディズニークルーズを展開いたします。先週ディズニーランドなどを運営するオリエンタルランドが発表したのは日本初のディズニークルーズです。まるで一つのクルーズ船の中にパーク全体を抱え込んだかのような、乗船したゲストだけの特別な滞在体験を提供いたします。船内ではおなじみのキャラクターたちとともにショーやアクティビティを楽しめるのはもちろん、バラエティに富んだ食事やプール、スパやエステ、さらにウォータースライダーまで、今盛り上がりを見せる豪華クルーズ船。こちらは去年日本発着クルーズ10周年を迎えたダイヤモンドプリンセスです。今年の夏までのクルーズは予約でほぼいっぱいだといいます。さらに別の会社のクルーズ船でも今年10月までの横浜東京発着の船はほぼ完売だということです。人気が殺到しているクルーズ船の魅力とは一体何なのでしょうか。到着しました、大黒ふ頭、これに乗ります。やばい、久々に見たけどやっぱり鬼のようにマンションのように大きいよね。いや、ワクワクするな。今年5月家族4人でクルーズ船に乗ったというサリーさん。横浜を出発後、神戸や韓国チェジュ島などを経由して7泊8日で横浜に戻るプランです。船内には大型のプールやグルメ、アミューズメント施設なども充実しています。クルーズ船旅行の魅力についてサリーさんは、クルーズの旅だと乗船料の中に食事の料金が全部含まれてますので、値段を全く気にせず好きなものを好きなだけ食べられるっていうところが、特に本当に食べ盛りの男の子がいる我が家のような家庭にはすごいね、ぴったりでね、いいところだなと感じましたね。さらに旅行ならではの手間についても、船だったら本当に1回乗ってしまえばもう全て船に乗るだけで行けちゃうっていう手軽さもすごくありますね。もうすごくホテルなんですよ。食事代や宿泊代など全てが含まれた料金で楽しめるクルーズ船旅行。旅行の達人が人気クルーズ船のおすすめツアーを紹介します。今押さえておきたいニュースを深掘り、ニュースわかるまで解説です。今日解説していただくのはこの方です。航空旅行アナリストの鳥海高太郎さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、優雅な曲とともにお届けしたいと思いますいいですよね。いいですね。楽しみ。今人気のクルーズ船ということですけれども、なぜ人気なのか、その訳について鳥海さんに伺いました。鳥海さんによりますと、まずはインバウンドの需要によってホテル代が高騰していることで、これまで高いというイメージのあったクルーズ船で割安なツアーもあるということで人気になってくる。だってビジネスホテルとかでもさ、週末とかと3万とかしてるとこあるよ。そうなんですよね。なかなかちょっと泊まれないですよね。いや、泊まれない。さらには移動だけではなくて宿泊や食事、娯楽など、これらすべてがこのツアーの料金の中に含まれているという、このクルーズオールインクルーシブがこれほとんどですので、しかもさ、移動時間取られなくていいじゃない。そうなんですよ。ですので、もう乗った時からもう旅行を楽しめるとね、ずっとのんびりできるんだよね、というのがこのオールインクルーシブがあります。さらには海外に帰国するツアーは国際線扱いになりますので、宿泊費や食費、食事であったり買い物など免税でお得になります。で、寄港地で余計な荷物を船に置いて手ぶらで観光できるというのも人気な理由です。もうちょっと行きたくてしょうがないんですけどもクルーズ船ってやっぱ最近すごいんですか、人気が。そうですね、2015年前後ぐらいから外国船のこの船っていうのがいっぱい出てきたんですよ。で、それによって今までクルーズっていうのはもうお金持ちの人しか行けないっていうのがあったんですけど、イメージありました。今度は時間さえあれば一番安い部屋だと大体1泊1万円台前半ぐらいで、10日間で10万円ちょっととかっていうので安いのは出てますから、そういった形で
まあ、気軽に行けるようになったと時間さえあればっていうところが一番大きいですしね、はい、その時間がないんですよ鳥海さん。そうなんです。なので今日はあの短いものもありますので、はい、いろいろと最後までお伝えしていきたいと思いますけれども、そのクルーズ船ですけれども、旅行の達人鳥海さんが厳選したクルーズ船旅行3選を今日はお伝えしたいと思います。まずは夫婦カップル向けダイヤモンドプリンセスです。その中でもおすすめのツアーというのがぐるり本州一周クルーズ11日間と一周できんの、はい、いうものです。どこを寄っていくのかと言いますと、横浜を出発して青森であったり金沢、さらに韓国のプサンも寄って長崎清水と、免税も行けるんだこれ。そうなんです、海外寄って。でも高いんでしょこんなのあったら。気になる料金ですけれども、一体どれぐらいなのかと言いますと、10泊11日というプランで一番安いもので17万7千円から高いもので89万4千円ということで、外国人客も多いので海外に行ったそんな気分も味わえると。10泊で17万、はい、交通費と宿泊費が込みで、しかも食事もついてるんですね、アルコール含めてと。めちゃくちゃお得じゃないですか、はい、いかがですか大地さんこれ。本当に17万円でいけるんですか。なんかスタッフの間違い一桁違うとかそういうことないですよね。そんなことはないです、はい、ただ一番安い部屋だと内側の寝室でちょっと窓がない部屋っていうのがあるので、はい、まあ、ランクがいっぱいありますので、スイートルームになると同じ料亭では89万円っていう風になりますけ ど、はい、どで、さっきお話しした通り韓国のプサンによるということがこれ大事で、そうすると国際線の扱いになりますので、それによってまあ消費税がかからないとか、日本国内で完結しちゃうと消費税がかかってしまうっていうこともあるし、あと外国船の場合は日本発着の場合必ず海外に寄らなければいけないっていうルールがあるので、まあ一応日本一周なんですが、プサンには寄るっていうことです、はい、しかも大地さんプールもついてますから、いいですね。いつでも中に入ってもめちゃめちゃ楽しめますね、朝から晩まで。そうですね。で、まあ、気になるお部屋ですけれども、先ほど鳥海さんからありましたけれども、ダイヤモンドプリンセスの客室、高いもの、まあ、89万4千円というものですとスイートルームになります。海が見えてプライベートバルコニーもついています。最高級のグランドスイートという部屋は広さおよそ124平米、すごい、だってベッドだけじゃなくてちゃんとなんかあのリビングソファーセットもあるじゃないですか。ですよね。ですので、もう船の中になんかホテルがあるような感じですから、ね、しかも堀これ見てよ、はい、これ窓なしって言ったってすごくいいじゃん、いい部屋ですよね。一番安いものがこの17万7千円というもの、ね、これで十分じゃね、十分すぎますよ、全然。船の内側窓なし、ただシャワーしっかりついていて、広さはおよそ16から17平米と。17平米だもん、広いです広いです、十分よ。あ、窓ありの部屋でも20万円台からはありますので、はい、なので、まあ、窓ありの部屋にするか、まあ、窓なしにするかっていうところは一つ、はい、ですが、まあ、1回目は窓ありの部屋に乗ってもらって慣れてきてまた窓なしにするっていうのもありかなと。窓は開くんですか、開かないですか。窓はね、開くところと、そのいわゆるベランダみたいなのがテラスがある部屋と、そのいわゆるただ景色だけ見れる窓っていう2つ、また窓にも種類があります。外出れば景色見れますからね。そうですよ。もう部屋の中はもうゆっくりするだけ で、ね、それがずっと外歩いてればいいんですよ、はい、でそして船内いろんな施設があるので、本当に泊まるだけという方にとってはとてもおすすめなんですけれども、このダイヤモンドプリンセス、どんな施設があるのか、こちらご覧ください。2004年から運行するダイヤモンドプリンセス、室内外に設置されたプールにオーシャンビューを堪能できる展望浴場もあります。さらにトレーニングジムやスパ施設、ダンスやマジックなどのエンターテインメントを楽しめる劇場も。プールサイドにある巨大なスクリーンでは映画鑑賞でき、外国船ならではのカジノも楽しめちゃうんです。はあ、これあの国内を周遊している時もカジノが使えるんですか。はい、公海上に出るということで、まあ、日本の岸壁から二十数キロ離れると公海上になるので、そうすると免税ショッピングとかカジノも合法でできます。韓国に寄ってる間とかだけじゃないってことなんですか。そうです。実際乗られたことあるんですよ、はい、私も、はい、7、8年前乗りまして、まあ、4日間乗ったんですけど、本をたくさん持ち込んで、そう、本読もうと思ってたら結局こういうアクティビティが充実しすぎてて本一冊も読まずという。僕が行った時は落語があったりとか、あともうね、ヨガがあったりとか、もうジムもあるし、お風呂もあったりとか、もう結局ご飯食べたりもう飲んだりしてると、でカジノもやって、もう何も本一冊も読まないで終わりましたね。食事ってのは無料なんですか。食事は全部入ってます、ね、入ってます。ただ、まあ、あの例えば
お寿司とかちょっとまたプラスオプションになると少し料金が取られるってなる。基本的にはバイキング料、まあ、バイキングとかコースルもあの無料で食べられる。お酒は？お酒もただです。すごい充実してるな。あっという間のこの10泊になってしまいそうな、そんなダイヤモンドプリンセスでした。さあ続いてご紹介したいこのクルーズ船旅行ですけれども、リッチなシニア向け、若狭さん風間さん必見ですけれども、日本最大のクルーズ客船アスカ2でございます。日本近海から世界一周まで多彩な旅行プランが特徴のアスカ2、最高の時間をというコンセプトですけれども、その中でもおすすめのプランがこちらです。関東ねぶた祭りクルーズ7日間というものになります。横浜を出発して秋田青森お祭りを堪能して横浜に帰ってくるというものになりますが、こちらのお値段6泊で43万9000円から、谷原さん214万円、非常にリッチな旅になります。ちょっとやっぱこのダイヤモンドプリンセスと比べると、やっぱ小室さんこれシニア向けですな。そうです、まあ、リッチなシニアですから、やはり若狭さんにはぴったりなんじゃないですか。若狭さんには熱海があるからね。若狭さん、そしてこの6泊のプランだけではなくて、実は来年2025年世界一周クルーズあります。103日間かけての船の旅、こちらは600万円からという旅になっております。いや、こういうのね、妻が見てるとまずいんだよ。そんなアスカ2ですけれども、最高の時間がというものがコンセプトになっています。客室どんなお部屋なんでしょうか。こちらです。アスカ2の客室は全部で9タイプ、そのすべての部屋が海に面した窓とバスタブ付きの浴室を完備。和もあるじゃない。最上級のロイヤルスイートはプライベートバルコニー付きでおよそ88平米、リビング、ベッドルーム、バスルームがそれぞれ独立しています。また4種類あるスイートルームでは部屋で朝食を楽しむこともできます。はぁ、行きたい。これ奥さん見てると面白いね。最高の旅ですよね。でそして、はい、このアスカ2ですけれども、日本の船ですので船内日本語が通じるんですよね、はい、そしてこの船にいるお医者さんも日本人の方ということですので、困った時に日本語が通じるというのは本当に助かるところだと思います。さらに最上階には大海原も眺めながら入れる露天風呂であったり、10個レストランがあるんですけれども、旬な食材や寄港地の食材を取り入れたバラエティ豊かな食事が魅力になっています。また海を眺めながらのフィットネスセンターであったり、ダンスホール、カジノ、ハリウッドシアターなど、本当に多種多様なショップでの船内ショッピングなども楽しめるという、そんな施設。フィットネスが僕あんま好きじゃないんですけど、海見ながらだったら走れる気がする。そうですよね、頑張れちゃいますよね。頑張れる気がする、ね、さあそれでは最後、鳥海さんおすすめのクルーズ船旅行行きたいと思います。これまで紹介した2つよりもお値段もう少し抑えられているというファミリー向けのものです。MSC ベリッシマというものになります。こちらおすすめのツアーというのが、東京台湾石垣島片道クルーズ6日間です。東京出発して台湾、そして石垣島を寄って那覇に到着するということで、東京戻ってこずに那覇で解散という。那覇解散、はい、帰ってこれないの。ただその後那覇でも楽しめますからね。あ、そういいこと言うね。こちらお値段ですけれども、5泊で安い、なんと5万5000円5500円から31万2000円と、ちょっと待ってよ、これだってあれでしょ、食事も全部入ってるでしょ。そうなんですよね。さらには寒い時期に暖かいエリアを周遊できる那覇発着のショートクルーズ、こちらも人気だということなんですけれども、気になるお部屋がこちらになります。綺麗、はあ、非常にいい部屋がありますよね。広さおよそ26平米のデラックススイート、バルコニーもついています。はい、おすすめの部屋も広さおよそ17平米海がついています。これでもちょっと高い部屋でしょ。5万円の部屋はもっとあるでしょ。そうですね、もう少し収まってるんですけど、こちらはおすすめのお部屋となっております。ただこの豪華施設だけではなくて、キッズスペースも完備されているんですね。豪華な施設が目立つ船内ですが、かっこいいね、モダン。なんとレゴグループとコラボで開発されたキッズエリアを完備。至れり尽くせり。家族みんなで参加できるイベントも行われます。
さらに子供と一緒に楽しめるアクティビティ施設もあるんです。私も行きたい。スライダーとか。MSC ベリッシマですけれども、豪華な船内施設だけではなくて子供も楽しめるそんなキッズスペースも内蔵ということで。どうしんちゃんこの施設、いやもうこれだけ充実したサービスがあるんだったら、もう我が家もぜひ家族会議ですよね。ね。ね。もうぜひぜひ海外行くよりもこれだけ楽しめて、そして海外にも行けちゃうんですもんね。そうですよね。これも海外に寄ってというところ、こちらは台湾。子供絶対迷子にならないでしょ。そうですよね。にまあまあ、ね、年で絶対見つけてくれると思うし、はい、迷子になりにくいと思うし、ね、楽しいから迷子になりますよ。きっと走り出しますよね。夢中になったら遊んじゃうから。この中にはいるんだって安心感があるというか。安心感はあります。満喫できないものも出てくるんじゃないですか。これだけ充実してると。そうです。もう完全にもうやることがいっぱいありすぎて、プログラム表が配られるんですけど、もうそれでいっぱいいっぱいになっちゃって、行きたかったけど行けなかったとか、やっぱりそうしたいってありますよね。なるほど。風間さん、奥様とどれ行きますか。いやもう鳥海さんおすすめの MSC。MSC ベリッシマですか。確かにね、内装も良かったですもんね。ただ皆さんお忙しいと思いますので、いいですね、なかなか長期で休み取れないという方も多いと思います。そんな方向けの短期ツアーこちらございます。こちらアスカ2がやっている秋の横浜名古屋ワンナイトクルーズというもの。ワンナイト、はい、1泊6万4000円からで横浜から行って名古屋に着くというものですけれども、本当にフレンチを食べられる、そして朝食も和食とビュッフェが選べるというものですので、ぜひこういったものも選んでみてはいかがでしょうか。1泊6万4000円か考えちゃうな。鳥海さん、ただでさえお得なこのクルーズ船の楽しみ方、さらにお得に楽しむ方はありますか。そうですね、船の場合のツアーっていうのは基本的に半年から1年前に予約するってベースなんですよ。だから今っていうのはもう来年のゴールデンウィークとか夏の今コースがいろいろ出てきまして、なのでそれで早割があるとさらにまあ2万円とか4万円安くなりますので、やっぱり半年以上前に予約するっていうのが一つのコツというのがありますし、で先ほど行きましたけど、いろんなところを巡る場合、特に日本全体回る場合なんかですと、もう結局昼間はだいたい停泊して観光するので、まあ、さっき小室さん言ってた通り、もう寝るだけでいいんだったら、この内側の窓のない部屋で行くと、でご飯とかね、もちろん外に出れば海見れますから、そういった楽しみ方もいいのかなと思いますね。本当にたくさんの施設が充実しているクルーズ船、皆さんもぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。